こんにちは、おさまめです。あれ、なんか少し画面が違いますね。今回は気分転換に PCPK 版で遊んでいこうと思います。え、このシリーズでいきなりですか？嘘です。時間がないので要点だけ。実は PK とつくものは能力をいじるなどの、いわゆるチート行為が可能です。そこの項目には陛下適性や戦災はもちろん、なんと寿命までも含まれます。そういえば寿命が短いという話を前々回にしていましたね。そうです。そして前々回のコメントにて、寿命に数値が出ているのを見て思い出しました。病死以外で亡くなった武将は、一律で最低50歳まで生きます。こちらが寿命の計算式になります。清康おじいちゃん8511年生まれ。つまり最低でも1561年まで生きます。ですが現状、最速でも1560年まではかかってしまいます。ですので、当初の予定通り姫武将はそのままにして進めたいと思います。家康で良いのでは、という意見もありましたが、家康では強すぎるので姫武将にします。というわけでこの話はおしまいです。本編に行きましょう。本編です。前回は無限徴兵の話までしました。今回は一気に最終局面まで行きます。最終局面。まずは旧朝倉を滅ぼします。その後大内家に集中します。朝倉もあっけなかったですね。あっけない、というには抵抗が激しかったですけどね。でも確かに動画ではかなりあっけなかったと思います。さて、これで大勢力は3つになりました。知っての通り、松平、大内、大友の3家です。大勢力かっこ武将がいるとは言ってない。勢力はこんな感じです。大内の武将が全くいませんね。大友に取られて私たちに切られてで、減る一方ですからね。所領数はまだ大内が多いですが、私たちの標的も大内になるのでここから一気に減ります。兵士も武将の数にしては多いですが、かなり消耗しているのがわかります。大友が少なすぎるんですよ。本気出せば普通に30万超えると思います。さて、北は前回減らしたので今回は関東から行きたいと思います。しかし武将は減っているので、全く苦戦することはありません。次に小田原城を攻めて、駿府城以外の4つを取ります。山があると4つ取るのも大変ですね。そこは取り方次第です。臨機応変に行きましょう。おそらく次回の主人公です。ええ、神保って一番最初に滅亡したところじゃないですか？あくまで予定です。やってほしい大名があったらコメントをよろしくお願いします。ここで下方の確認です。たくさんありますね。ですが一番欲しい戦闘がプラス6です。やはり足利の下方が欲しいですね。ではターンエンドです。このコンピューターのターンはかなり迷ってます。等速はなしとして、倍速かカットかですね。3倍速だとまだ見えるけど、10倍速だともう何してるかわかりませんもんね。まだ大内も粘っているので、確定するまでは流したいところです。でも正直なところ、この時間言うことがないんですよね。倍速しているとはいえ垂れ流しはあまりやりたくないのです。少し独立が多くなってきましたね。ですが大内の勢いがあるうちは手を出すことができません。圧倒的ですね。これはもう決まりです。これは斎藤も一緒に倒しますか。少し周辺を見てから決めましょう。将軍様いた。ここ攻めます。下方狙っているの本当だったんですね。本当です。下の兵力減らすついでにもなるので非常にありがたい。というわけで捕まえました。そんなに強くないんですね。足利は剣豪将軍ヨシテル以外そこまで強くありません。では戦利品を確認しましょう。194。この銃の差はかなり大きいですね。というわけで次は上の勢力を倒しに行きます。斎藤義達ですね。道を作ってくれたのでありがたく使わせてもらいます。こうやって上下に展開していくのが最大勢力との基本になりますね。というよりも、そうしないと片方が止まりません。上の兵士もそこまで多いわけではないのでカットします。2回攻めて春日山城まで取り返しました。着実に削いでいますね。大友もこれでさらに勢いが増すでしょう。残りの行動力は次に回します。
田信親が中国地方にまで移動していますね。彼東北の武将なんですけど、1000キロ以上も主君を失ったものの末路ですね。ちょっと多すぎない？ストップ。関東だけでもかなり独立してますね。まだあるんか。さすがにこの量はまずい。独立勢力を潰しに行きましょう。ターンが回ってきてから決めます。私たちの今回の相手は大内ですから。来ましたね。どこまで来るかで決めましょう。おっと、短期ですか。これは無視でいいかもです。こっちも短期。しかもこの兵数は嫌な予感です。やはり、こうなるとキリがつくまで攻めてきます。コンピューターの行動力本当に頭おかしい。真ん中からも来ましたね。これはどうしましょうか。いい感じに独立勢力を倒せそうですね。上の兵を削ってから関東に舞い戻りましょう。地獄絵図ですね。勘弁してほしいです。独立勢力の位置も確認したところで、次は大内の軍団の確認をします。接しているのは3、4、7軍です。4軍は魚津城攻めて城全部取っても、周りはまだ4軍なので上は1回攻められますね。7軍は短期なので怖くないです。独立勢力とともに3軍を倒しましょう。確認したところこの4つの城に4軍全員がいたので、1人解放して残りは切ります。どうして解放するんですか？前々回で軽く触れましたが、軍団から武将がいなくなると領地が1軍に統合されます。そうすると1軍が一気に攻めてくるので、再編成された軍団を作ってもらうために、1人だけ残します。適量に振り分けてくれるので対処もしやすいです。そういう理由があったんですね。話をしている間に3軍の武将もほぼ全員倒しました。残りは7軍の短期部隊なので、ここから独立勢力を倒していきます。ですが一旦米が入るのを待ちます。米が入ると独立勢力が攻めてきますよ。代わりにこちらが攻めると不戦ではなく姿勢に回ってくれるので、手間が省けます。総合的には得なんですよね。そういうことでしたか。これはラッキー。中立で様子見しましょう。いい方に転がりましたね。ありがたいです。これは大内一択ですね。というわけで美味しくいただきました。とてもラッキーですね。城も離れていましたし。本来移動しなければ取れない二つを一回の戦争で取れたことに加えて、次の独立勢力にそのまま攻めることができるので本当にありがたいです。独立勢力同士で攻め合っているのもありがたいですね。お、まだまだ大内も負けていませんね。実は内心では大内を応援しています。まだ大友に来てほしくないので。ですが森返しは無理そうですね。着実に来てます。だから一回ずつはやめてって。あれほど単純に長いですよね。リアルタイムでやるとかなり長く感じます。ターンが来て5秒で戦争。兵数的にも中立は姿勢に回ってくれるでしょう。ほらね、本当に作戦通りですね。というわけで上の相馬も倒して、残りの行動力は次に回します。まだ多いですね。春になるとさらに増えてきますよ。武将はまだまだこれから出てきますから。お、謙信いますね。今は長尾景虎ですが。ついに上杉謙信も出てきましたか。信長も次のターンに元服です。いよいよって感じですね。出る幕は与えませんけどね。本当にその通りになりそうだから怖い。では引き続き独立勢力を倒しつつ、大内の兵を削っていきます。
ここで勢力確認。大内ついに瀕死ですね。逆に大友は元気です。これは1対1になった時きつそうですね。そして大内の兵ですが、半数近くは関東にいます。それを叩き潰しました。事後報告。これ進んでいるように見えますけど、実際は越中、信濃、終わりで足止めです。そういえば武将ばかりですもんね。しかしこのターンで独立勢力殲滅と大内の兵をかなり減らすことができました。1ターンでここまでできるとは素直に驚きました。私としても会心の出来です。このターンはここで終了です。春はありえないぐらい平和でした。びっくりするぐらい平和でしたね。というわけで2回戦争してついに独立勢力は壊滅です。東北地方にまだ一つだけありますよ。気にしたら負けです。ここで勢力の確認です。かなりスッキリしましたね。あとこれから勢力の確認はかなり大事になってくるので多用しますが、必要な時にだけ動画で流すようにします。これも動画を見やすくするためですので、ご理解のほどよろしくお願いします。さて、このターンでついに大友が隣国にまで来てしまいました。最終決戦が近づいてきましたね。おそらく年中に大友と決戦の火蓋が切られます。このターンだけでも攻められないように、清康おじいちゃんを移動させておきます。こっち来るな。なんか謎の勢いがありますね。朝倉もそうだったけど、最後にこうやって余分なことしてくれるのは何なんだろう。二人で攻めすぎやねん。兵が減らないから勢いが衰えませんね。二ターン連続で行動されたのもまずいです。これは大友を気にしている暇はなさそうです。先に大内をやりましょう。でもそうすると大友が来ますよ。それは攻めてきた時に考えます。今は目の前のことに集中しましょう。では取られた城を取り返します。まずは2回攻めて城を6個取り、武将を2人捕らえました。その次に城を4個取り武将を1人捕らえて、さらに城3個取って終了です。本当に一気に取り返しましたね。ついでに兵士も1万になりました。流出のいいところが出てます。あれから徴兵をしなくなりましたからね。流出の偉大さがよくわかりました。おや？洗い流す過去もないからダメです。ここまで人手なしという言葉が似合う親はそうそういないと思います。私もそう思います。もう突っ込むのも疲れました。ついに越中、美濃、信濃で大友と隣接。ここで来なくても次確実に来ますね。決戦の時は近い。ですがもし次来なかった時のために、今回は独立勢力だけ倒して終わりです。行動力を貯めて大内を一気に倒すか、大友と決戦を始めるかの二択を残します。行動力は大事ですからね。戦争一回も無駄にはできません。しっかりと準備は行います。というわけで独立勢力を倒しました。大内は瀕死。仕留めるか無視ですね。さあ大友がどう出てくるのか見ましょう。ここまで早く最終決戦が来るとは思ってもみませんでした。私も少し飛ばしすぎたかなとは思います。おいなんで島津が東北にいるんだよ。実久は確か野望が高いのであまり放置できませんね。思ったよりも独立は少なかったです。コンディションは万全と言っていいでしょう。ドキドキしますね。いい緊張感があります。ついに回戦です。とうとうこの時が。いけね。癖で武将見るの忘れてた。一番気になるところじゃないですか。どうせ戦うので誤差です。どうやらジャブですね。春からが本番のようです。幸い大内は兵が全くいません。今のうちにこちらから大友に仕掛けます。大内は滅ぼさなくて良いんですか？少しの間壁になってもらいます。では行きましょう。
ドキドキしますね。初戦ですからね、等速でやりたいと思います。やはり鉄砲がいますね。予想通りとはいえ厄介です。九州三大チートおじいちゃんのうち二人もこの場にいます。何ですかその名前は。真面目にそんな感じで呼ばれてます。残りの一人は雄三寺家金です。ああ、最初の方にいたおじいちゃん。じゃあ超強いじゃないですか。鉄砲も赤松正秀らしいですね。早速今までの中で最強の軍勢です。最強。これからはこんな戦争ばかりになります。攻め籠城禁止なので削るのも一苦労です。かっこ撃破しながら冷静に戦況を見極めていきましょう。よし、まず一人。チートおじいちゃんの一人を捕らえましたね。これだけでもかなり実りのある戦争になりました。ここで鉄砲について軽く触れておきます。鉄砲は兵科適性によってダメージ、射程距離が変わります。撃たれると訓練が上がる代わりに士気がかなり下がります。また遠距離攻撃のため一方的に兵を減らすことができ、戦闘力が上の相手でも関係ありません。また撃つたびに訓練が上がるので、接近できてもかなり硬いです。できる限り野戦で倒したいのですが、無理に倒しに行くと囲まれるので、冷静な状況判断が大切です。なるほど。それは面倒ですね。籠城戦については今は割愛します。少し体勢を立て直します。いつになく慎重ですね。適当に攻めると一方的に撃たれるのでかなり慎重に攻めてます。道に誘導したいのですが、なかなか来てくれませんね。赤松くんが道か。これはさすがに行けないですね。白取るふりしようかな。こちらにおびき出して、籠城戦仕掛けましょう。2対2に分かれましたね。一番やめてほしいやつです。雨ナイス。雨は鉄砲が撃てないのですぐさま赤松くんを倒します。君は邪魔や。今までの武将と違い全く減りませんね。訓練値兵科適性が高いのでかなり硬いです。しまった。本丸を守る AI 働くから門前で待てばよかった。一回外に出てリセットしましょう。赤松くんは下の城から出陣してるので、引きこもられることはないです。でも私たちの城が危ないですよ。コンピューターの攻城戦の仕方的に8ターンで春日山城は無理だったはずです。ですが少しヤバいかもしれません。一応野戦にします。これは一応春日山城向かいましょう。行動力はあるのでまた攻めて城を落とします。結構焦ってますね。正直判断に迷いがあります。鉄砲が門を開けてくれれば間に合うはず。これはギリギリ落とせないですね。魚津城攻めに切り替えます。本当ですか？結構危ない気がしますけど。おそらく1ターン足りないです。逆にこっちは4ターンあればチャレンジできます。確かに可能ならおじいちゃんもう一人捕まえたいですもんね。本当に大丈夫ですか？もう確実に大丈夫です。安心してください。こちらは最速で行きましょう。
撃チャレンジが2回できますね。初手混乱引けたら勝ちです。本当にチャレンジなんですね。まず1回目いきます。はい、最後です。残念。ものすごく硬いですね。強さで言えば今のところ歴代1位ですね。ね、ギリギリ足りないでしょ。本当にギリギリ足りなかった。この戦争は優勢勝ちでしょうかね。収穫は大きいです。というわけで2回戦。流出があると言ってもきつくないですか？正直きついです。でも今行かないと一気に押されます。援軍が来る前にアリマじいちゃんを倒したい。道には来ないか。ダメですね。行きましょう。よくやった。これだけでもかなりの収穫ですが、もっと狙いましょう。ここだと二人の射程内なので少し離れます。E、D が2マス、C が3マスです。威力は訓練で可変ですが、清康おじいちゃんの場合、D で1、C で2、3のどちらかになりますね。地形有利はありませんが、浮いたので行きます。痛いなぁ。今まで全くの障害にならなかった武将も、鉄砲を持つだけでかなりの障害になります。少し引いて士気を上げます。頃合いですので、今度こそ城を取りに行きます。駆け引きが重要ですね。その通りです。あ、ここ殴れますね。撃たれますが仕留めに行きます。上の城取りに行きます。上なんですね。今の位置から上以外に行こうとすると撃たれるしターンも足りません。壁登るのはありがたい。迎え撃ちます。例の AI ですか。そうです。鉄砲も撃ってこないので今がチャンスです。失敗するなよ。いいね。この位置残るの痛いなぁ。最低ダメージがあるので、相手が1でもこちらは1くらいます。ここで同等持っていかれるのは痛い。壁から降りてきましたよ。さすがに無視ですね。城を取ります。とりあえず初戦は新勝でいいんじゃないでしょうか。本当に辛い戦いでしたね。ここ乗り切れたのは大きいです。では兵もいなくなったので、一気に城を取っていきます。後ろの方には兵士いなかったんですね。少しだけいましたが、流出のおかげでなんとか勝てました。ちなみに松倉城は無理です。この兵数で本丸にこもる鉄砲 C は倒せません。ここで欲しいのが挑発ですね。挑発ですか？相手を挑発して成功するとこちらに向かってきます。
希望の高さで射程距離が変わります。それだけですか？いえ、まだあります。挑発された相手が門の向こうにいると、門を開けてくれます。そして鉄砲隊は射程内にいても鉄砲を撃たずにこちらに近づいてきてくれます。なるほど。それで挑発が欲しいわけですね。しかし希望が低いので、希望を上げるついでに実用性のある有言も欲しいですね。ちなみに有言は混乱です。戦争を実際に見て挑発がなぜ欲しいかよくわかりました。いえ、鉄砲の真の恐ろしさはまだ出てきていません。口では簡単に言いましたが、実際は本当に辛いんですよ。まあ近いうちに必ずその場面は来ますので、待っていてください。さて、このターン3回目の戦争です。武将がいない時は城を取った時の、武将がいる時は処遇シーンを流してます。ではいよいよ大名との一戦ですね。いきなり本陣に突っ込んでいったの？越中から美濃に下り、終わりにいた大名に突撃しました。こちらの兵は流出で増やした3200。対して大友は6900です。周辺の城には数万の兵が控えているので、完全に隙をついた形となっています。敵もまさか上から回り込んでくるとは思わないですよ。ここで臨時徴兵。これは大きいですね。絶対に逃しません。ワンチャンおびき出せるかを狙っています。ダメでした。仕方ないのでお迎えに行きます。こんなお迎えは絶対に嫌だ。逃げられちゃいました。いやまだです。捕らえました。初動はかなり良い出来でしょう。有能な武将もかなり倒せましたね。兵が1万だったら間違いなく強敵でした。あと次は大友宗麟ですね。まだまだ強いですね。宗麟は初期鉄砲 C なのが厄介です。ちなみにここにいます。近くね。しっかりと徴兵して次に備えましょう。ちなみに兵力はこんな感じです。比べてみるとかなり削ってますね。今回はここまでです。このシリーズも終盤に差し掛かってきました。まだ天下統一は終わっていませんが、あとパート2で終わると思います。皆様それまでお付き合いください。それでは、ご視聴ありがとうございました。